マンチュンロック、ハイサイクスルーよ、マンチュンロック、ミフテンルーツ、マンチュンロック、マンチュンリチュンド、マンチュンロック、オーバーディアソー、サムワンスコリー、マヤガマラ。ハイタイ、今日のテーマはこちら。世界中におよそ42万人が暮らすウチナーンチュの絆や思いを受け継ぐ大切な日、10月30日は世界のウチナーンチュの日です。さあ、沖縄は日本有数の移民県として知られ、戦前戦後を通じて多くの県民が海外へ渡りました。100年以上に及ぶ移民の歴史の中で、多くの県警人は移住先で懸命に努力し、お互いに支え合いながら数々の困難を乗り越えてきました。そして現在、世界各地におよそ42万人の県警人が暮らし、沖縄の伝統文化を受け継ぎながら地域社会の一員として生活しています。またご覧の各国や地域には沖縄県人会もあるんです。文化活動や経済活動など様々な交流を通して沖縄と世界はつながっているんですね。その集大成ともいえるのが、5年に一度世界中の県警人がルーツの沖縄に集う世界のウチナーンチュ大会ではないでしょうか。おととしの第6回大会には27カ国2つの地域から7353人が沖縄を訪れ、グランドフィナーレには県民を含む1万5000人以上が会場に詰めかけました。世界中のウチナーンチュが心を通わせる象徴の場面と言えますよね。そうした長い歴史の中で築き上げられた世界のウチナーネットワークを継承発展させ、ますます繁栄することを願って、県ではこのグランドフィナーレが開催された10月30日を世界のウチナーンチュの日として制定しました。そして制定されてから初めて迎えた昨年の10月30日、県内はもちろん国内海外の各地で関連イベントが盛大に行われました。こうして見ると世界のウチナーネットワークの広がりを感じますよね。その世界のウチナーネットワークとは、沖縄県民はもちろん、国内や海外に移住した沖縄県出身者やその家族、子や孫、さらに沖縄が好きで沖縄に思いを寄せてくださる世界中の皆さんも含めた全ての人々のつながりを意味します。県では今後も県内外の関係機関と協力しながら国際交流を活発に行い、世界のウチナーネットワークをさらに広げ、次世代につなげていこうと様々な取り組みを行っています。さあ、そして間もなく2度目となる世界のウチナーンチュの日を迎え、10月30日の前後には様々なイベントが行われます。いや、今年も楽しみですよね。皆さんもぜひ様々なイベントに参加して、ウチナーンチュの絆や思いを未来につなげていきましょう。続いて県からのお知らせです。第42回沖縄の産業祭りが10月19日金曜日から21日日曜日までの3日間、那覇市の大野山公園及び県立武道館で開催されます。詳しくはご覧のところまで。県及び市町村では税金滞納者への滞納処分として差し押さえた不動産の合同購買を実施します。詳しくはご覧のところまで。一般財団法人消防試験研究センター沖縄県支部では、平成30年度第3回危険物取扱者試験を12月2日日曜日に実施します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。ウマンチュ広場はインターネットでもご覧いただけます。ぜひここチェックしてくださいね。それでは来週もお会いしましょう。一平二平デービルー。